さあというわけでセマ最終日になりました。今日は午前中復習したいところを回って、はい、午後にはラスベガス出たいと思います。最終日にようやくラスベガスらしい天気になったなと思ったら、ちなみに今7度です。7度、はい、7度、ラスベガスらしい天気です。T シャツおかしいですというわけで午前中回ってロスに戻るのに5時間ぐらいかかるみたいなんで、まあ、今日戻って明日の朝の飛行機で帰りたいと思います。というわけで最終日の会場をお届けいたします。行きましょう、行きましょう、レッツゴー。マットがめっちゃでかいです。というわけで期間中何度か足を運んで非常に良くしていただいたので、帰る前に挨拶を。モーニング、マネスラミ。ハウイドゥイン。なんとマットさんが改めて1本ずつ紹介してくれるということでお願いします。I'm Matt with AL13 Wheels and just going to show you the new styles that we released for SEMA this year. We've got these two new styles that have floating ability to have customized center caps in the middle for our luxury line.We introduced a new aerodisc design here. This is actually directional and pocketed for airflow to direct the airflow to the brakes. This is based on the new Countach and Diablo wheel. It's kind of a modern take on that. We added some more directional options to it. And these are just our other two styles that you'll see represented on the other cars that we're displaying here. And yeah, that's what we introduced for SEMA this year. Thank you. Thank you. これがカウンタックっていうのが聞こえました。でこっちがラグジュアリーラインの新作ということで、この辺なんかが来年履いた車が日本でも見られるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。これめちゃくちゃかっこよくない。つけたい、つけたい、つけましょう。地洋画君にはかなり好評な感じです。個人的にはカウンタックデザインだからアベンタドール全般、まあ、作れればウラカンとかも絶対かっこいいという、というわけで、はい、内山店長が、はい、まあ、改めて復習ですけど、はい、L13 のブースを解説してくれるということで、はい、まあ、今ちょうど朝で人も少ないのでゆっくり見れるんですね、はい、まあ、こちらまずじゃあウルスからいきますか、はい、あれステッカーが増えてね。本当だ増えてる。結構その置いてる場所が変わったりとかっていうのは狭場所あるあるということで、ね、はい、今回 AL13 と1016のコラボということで、まあ、こちらのウルスもこれでも結構今まで日本でも飯村店長が作ってたりとか、セマでも何台かあの出てたりしたんですけど、フロントスポイラーがついてワイドボディキットみたいなフェンダーがついて、でこれボンネット今回丸出しですけど、はい、塗ったり塗り分けたりするとまた印象違うかな。そうですね、まあ、なんか、まあ、同色とかにしてこれ、まあ、また例えばダクトの内側とかをカーボン残したりしてっていうのもいいと思います。はい、岡君もじゃあピンクはどう思いますか。アメリカっぽいです。これ日本でやったらキャリパー塗りたいですね。あピンクキンくんするんやな、まあ、やったなって感じになっちゃうよね。なっちゃう。こいつやってんなって。でもなんかこうアメリカのショーで置いてあるから、あそうね、おーってなるけど、うん、だから場所と乗ってる人っていうのはすごく重要かなって。そうそう、すごく重要ですよね。アメリカっぽいとかヨーロッパっぽいとか、はい、日本でやるとちょっとやりすぎやな、うん、少し浮いちゃう感じが、うん、じゃあ次、はい、SVJ、 SVJ です。これでもなんかこれがなんだっけ、あの DDE っていうあれですよね、デイリードライブンエキゾティックス、はい、これもだから YouTube のチャンネルあるんでめちゃくちゃ面白いことやってるんで、へえ、いいかな。これジンタニでエンジンも多分そうやってるやつですよね。ターボキン、ね、でこれが新作のホイールを入ってる、はい、あの僕が一番ビビッときたデザインを。スーパーカーにこういう白とかのペタ塗りのホイールってあんまり白やりたいですよね。まだ見ないんで、はい、それめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなっていう、まあ、裏当てで白いホイール履かしたりとかっていうのはしてましたけど、もっと増えてもいいのかなっていう。キャリパーもしっかり塗ってるの。どうですね、ガンメタに塗って。車高はそんな下げてないですね、多分不分で。でもいい感じ、うん、ベタベタではないです。でこれが上のエアダムというかインテークが1060になってる、はい、限定何セットって50セット、でも残りまだまあまあある欲しい人はまだ間に合います。まそして藤山店長一応そうこれがね、僕はあの前から SNS で見ててかっこいいなってずっと思ったんですね。ぜひ日本でやりたい、はい、やってみたいですね。フルカーボンでキットだけでもかなりの金額するんですよね。あとはちょっとさっき話でしたけど、はい、カーボンだから修正効かないから。そうですね、
でもドアのパネルとかもここはそこはだから純正なんでしょうね。こっちの外側だけカーボン。でもちょっとやっぱりこの辺のこうチリが気になりますけど、ただ全体的にはそんなにこう、そうですね、それを上回るインパクトがあって、結構前にアメリカ来た時に他の店があのワイドボディキット近くで見たらとんでもねえよって言ってたけど、思ったほどひどくないというか、もっとひどいかな、この辺とかまだまだ綺麗ですね。全然いいですよね。でこれで全部バンパーもボンネットもフェンダーもドアも、クォーターもとか全部、全部このねクォーターの張り出しがかっこいいですよね。他の海外で見るやつはリアとんでもないコンケーブしてるホイールつけてるじゃないですか。でもエール13のやつでもすんごいコンケーブしたのが、このモノブロックとかだとついてるから、センター見えないようなやつ。そうそうそう。でこれホイールは新作、これも新作ですね。でこれが新しいエアロディスクで、クーリング効果の、そうですね、ちゃんとこうポケット、これがディレクショナルデザイン。でも本当今回エアロディスクめちゃくちゃ多い。めっちゃ多いですね。どこのメーカー、どこのメーカーもエアロディスクとカーボンホイールは絶対あります。ね、そして992、はい、これも1016のポルシェのブランドナインデザイ ン。そのニュアンスは違えど、横山さんが作った GT3 にフィルムを、そっち長抜きされてるやつ。あ、そっかそっかそっか、横山さん、あ、そうだね、されてないやつ、ディッシュじゃなくてメッシュの、はい、ワンピース。やっぱりこういうメッシュデザインエアロディスクはかなりスポーティーな多分印象なんで、こういう車にポルシェに似合う、似合うんじゃないか。フロントスポイラーもデザインかっこいいですね。アドオンっぽいです。でも意外とここ短いから、そう見えちゃうんですよね。あそこがだから浮いてる、うん、そうですね。こうやって見て、はい、588みたいにこう、そうそうですね、フロントスポイラーが浮いてるデザイン、がっつりしたすったらおしまいです。そうです折れちゃう、はい、でこれでフロントサイド、リア、ボンネット、ミラー、カバー、カバーやっぱ純正じゃないね、はい、純正じゃない。あとリアのスポイラーっていう感じで、はい、あとフェンダーダクト、リアの、あ、リアのフェンダーダクトのところもカバーをさ、はい、じゃあリアスポイラーも、リアスポイラーっぽいね、うん、かっこいい。そしてやってきました、カリ、はい、カリなんですね。これもラッピング、これ絶対イノゼテックだと、ね、紫色のカリ、はい、これもあの1016のカリ内容のワイドボディキットで、ラグジュアリーラインの新作のホイールが入って、はい、これフローティングタイプで回らないやつなの。そうですね、24インチですね。センターキャップがロールズ純正と同じ、はい、回らないタイプ、はい、なんかすごい高級な感じから随分足元がカジュアルな感じに、うん、特にエール13のロゴが入ると革靴からスニーカーに履き替えたぐらいのインパクトありますね、うん、これもワイドボディで選ぶ。何センチ出るの？すごいめっちゃ出てただこれがアメリカのラッピングですっつって。でも全然なんかまだいい方じゃん。もうなんかいろんなラッピングしてある車もいっぱいあるけど、すっげーあります、ね、すごいのはすごいもんね。でもこれはなんかこう他の車より結構綺麗な感じ。こんな1、2、3、4、5台ですかね、はい、このラインナップで、タイヤホイール中心に展示してある南側のホールの端っこで展示されている L13 と1016のコラボブースでした、はい、さあそして初日にも寄ったこの MV ポージとこれを復習しておこうということで、はい、最終日もやってまいりました。ブランド自体はそんな新興なメーカーというか新興ブランドじゃないけど、はい、今年元ロティフォームの内担当アイバンが出てきたということ で、はい、そこからちょっとお話しようということで昨日ミーティングをさせていただきました。おはようございます。おはようあのジャスティンさんのおじいさんが日本人、そうです、父さんがハーフおばあちゃんとも仲良しなんでということでこれが LP700、 これ700、はい、でこれがデュークのエアロ、もうエアロつけちゃうとランボー、アベンタ、車種が分かりません私には。このデザインもかっこいいよ、かっこいいです、ね、ワイドにもなってる、ワイドにもなってますね、はい、ダクトもついてで20、日本ではあんまやらないですけど21インチの後ろが22です。あ、21、22の、はい、日本より1インチずつ大きい、確かに割とペラペラなタイヤが、いやフェラーリと同じサイズですね、うん、255、335なんか本当は後ろが355をつけたいんだけど、うん、22がタイヤ設定が355ないので335になっちゃう。でこれでリア周りも全部このエアダンドもフードも全部変わってこんな感じで、でももう見た目後ろが SVJ マフラーの位置変わっちゃうと分かりませんよね。
いやほらなんかこれアセットフィオラーノつけなくてもこうできる。えこれアセットフィオラーノモデルじゃないの？違うこれはリフトの。あそうなんだ。アセットフィオラーノ400万くらいするんだっけ。いや600万か。バネがチタンになってリフターが外されて、であとあのウルトラマンラインが選べるように。あれはでもなんか選ばんのもできるらしい。だからこれテールだけルックというかこれにしたいって人はリフトのやる気がここが、はい、このダックテールこれにできる。これでも結構アメリカでも SF90 は価格が上がると思ってみんな買うんだけど、はい、すごい下がってるって、だからこのオーナーで何分でしたっけ。1億500万かな、うん、で買ってる。でも今値段がこうなってるから下がってきちゃってる。もう少し時間がかかるのかな、評価される。こっちのカリナもワイドボディキットが入ってて、下回りのラインが全部光るようになってで、構成的にはバンパーフルバンで交換なのかな。ですね、フルバン、ここボンネット、フェンダー、サイド、リアバンパーみたいな。あ、でもミラーもカーボンになってる。フェンダーはでもこれボンしてるからアドオン、ね、マンソリーとは違う感じだ。そうだね。一応こっちの MV フォージドもこれロールスの4みたいなセンターキャップが使えるようになります。あ、これもフローティングなんだ。できます。でこれ内装カラーのオレンジに合わせてセンターキャップの外周がオレンジになります。クリエイティブビスコープとんでもない車作るよ。すごいですね。あのでホイールの展示もすっごいたくさんされてて、はい、カーボンリム、カーボンエアロディスクとか。そうで、このセンターキャップが今はカーボンしかないけど、言ってくれればビレットで作るよって言ってくれてたんで、まあ、車によってカーボンない車とかにも。だからそう、カーボンは嫌だなっていう方は普通のアルミのビレットで作ることもできるそうです。でこれ真ん中のはマットカーボン。そうですね、マットリンカーボン、フォージドカーボン、フォージドカーボンなんですよ。で、エアロディスクもやっぱりここにも設定があります。で、あとはこっち2台がウェイト、そう、720。これもブルーエアロ、はい、これもデュークダイナミック、こっちもデューク。なんかあれがワンオフみたいなこと言ってました。あれもワイドボディなんです。でもなんかやっぱり結構ホイールもちゃんと今のトレンドを抑えてるデザインが多くて、でリアはこのポリッシュで、フロントはそのポリッシュアルドエアロディスク。そうです。これ回転方向あるのかな。あります、こっちが。でこれフェンダーも交換されてて、そうですね、あっちりワイドボディスク。ちゃんと回転方向あります、あります。でこっち側はえらい造形のワイドボディです。すごいよね。これもフロントエアロディスク、はい、はい、リアサロン。でルーフもこれスクープ的なのがついてる。スクープがフォーセル、フォーセルマイカーとして買うそうなんで、じゃあ欲しい方はこちらに連絡してみてください。あとはサンプルなんかもこんな感じで展示されたりとか。でこれが本当に削り出した状態のディスクで、まあ、この滑らかさを見てくれと、うん、昨日説明を受けて、まあ、某業界関係者の人が見てもおーすげーこれって言うんだという。俺たちの技術を超えてるぜ。すごいと。このピアスボルトのところも全部、ね、すごい複雑に削り込まれてて、先端こんなに落とし込まれてる。これはすごい製作技術。こんなのが展示してあるのがホイールイメージ、はい、MV フォージドのブースでございました、はい、来年かなり日本でも来そうな感じがですね、はい、今年のこの力の入れ具合と、はい、というわけでこの辺気になる方はぜひボンド確定にお問い合わせください。お待ちしております。というわけで最終日の復習でございました、はいはい、さて全然関係ない他ジャンルの話ですけど、でも見てびっくり、このホイールがすごいっていう、このまあいわゆるローライダーのワイヤーホイールなんですけど、僕がローライダーとか言ってた20数年前をはるかに前に超えて、今リムのフランジの端も模様入ってて、すごいよね。このリムのステップのこっちの外側も模様が入ってて、中も模様入ってて、スピナーも全部入ってて、しかもこれだけじゃなくて、こっちに展示してあるやつはなんとこのセンターのこれもスピナーもこのスポークもその内側もすごい。だってこれ一本一本、このローライダーとかやっぱりこのホットロットの文化があるっていうのはかなり強いし、いろいろやりようがあるというか、会場本当にホットロットとかローライダーの車とかは本当に芸術品みたいな、そんなのがたくさん展示されてる。これ興味なくても感心するよね。すごいだと思う。
こんなのも展示されてて、今日本当にいろんなジャンルが狭い所展示されてるんで、いろんな視点から楽しめるんじゃないかなと思います。さあ、というわけで最終日の狭視察、はい、終わりました。はい、お昼に終了いたしました。総括は後で行きたいと思います、はい、でこれからリフトとプチミーティング的なということで、はい、あの別の場所で会う予定があるんで、それに行っていきたいと思います。さあ、どうでしたリフト？よかったよ。倉庫というか事務所を見せてもらいながら、まあ、プチミーティングをしつつ、動画も切れない内容だったんで、うん、まあ、その辺はもしかしたらブログとかツアーブログの方で、まあ、ちらっと出てくるかもしれないということで、でこれからみんなで昼食を食べに行って地獄の5時間移動大変だよ。ネバダの砂漠大爆走で、とりあえず今出て多分7時とかそれぐらい着でコースに入る感じになると思います。そしたらもう明日の朝飛行機乗って帰る感じなんで、まあ、これから多分移動とか、まあ、僕らの日常の動画になると思いますけど、ぜひあの途中で見るのやめないで最後まで見てください。というわけでちょっと昼食にこれから行っていきたいと思います。昼食はみんな大好きパンダエクスプレスっていう、まあまあまあでも定番のファストフードですから、おばちゃんはでかいやつで、僕と横山さんは同じやつ、チャーハンとシュリンプとオレンジチキン。ちなみにこれで9ドル20セントということで1450円こんな感じです。いただきます。というわけでパンダエクスプレスで昼食でした。味は日本のよりだいぶジャンクな味が、濃い味が、でも難かった。本当にオレンジチキンとかめっちゃ濃かったよ。オレンジチキンはなんかチャーハンと焼きそば味しなかった。で、あ、チャーハンあんまり味がしない。チャーハン味しない。で、チャーハン米が違うからもう全然あのパサパサ。はいはい、はい、まあまあでもアメリカを感じれる味でした。でこれからパサパサのチャーハンがいいんだよ。もうなんか水分だ。パサパサの全部持ってかれますよね。俺日本の米が全部体内になればいいと思ってる。というわけでお腹もいっぱいになったんで5時間頑張って運転したいと思います。あと266キロです。土的に今回は収穫はいろいろありましたか？収穫っていうか、まあ、勉強になった。あ、うん、やっぱりこう日本から見てるのと、はい、アメリカで実物、まあ、実際人に会ったりとか、はい、話を聞いたりとかすると、はい、全部印象違うな。あ、それ行ったからこそ分かったいいところ悪いところもあります。そうだ ね、 ね、がっかり具合が半端ないところもありますね、まあ、正直ね。 あ、まあ、あとやっぱりね、日本より時間の流れが早い気がする。あ、もうあらゆるものが目まぐるしく変わっていく。確かに、もうなんか1年前と同じブームなんてないっすもんね。ないね、ないね。あとおばちゃん気づいたの、狭小ゲレンデ1台目なかったんだよ。ゲレンデありましたよ。あ、そっか、外に1台だけあったのか。でもあれだけ売れてる車が会場の中に1台もない、はい、そうですね。だってブラバス、マンソリーなかったっすね。なかったね。はい、やっぱり狭小から来年翌年のトレンドが発信されるとかってよく言うけど、うん、まあ、ちょっとそういうの物語ってるのかな。うん、そうですね。まあ、国によってその流行ってるもの違ったりとかもあるけど、はい、やっぱりアメリカは早い。そうですね。やっとただいまホテルの駐車場に着きました。時間はもう7時半かな。結局6時間ぐらいかかって、まあ、渋滞なんかもあったりだとか。というわけで明日の朝帰りますんで、今日はゆっくり休みたいと思います。皆様おはようございます。というわけでアメリカ最終日ということで、今日はもうレンタカー返して飛行機に乗って帰るだけなんですけども、この後バタバタしちゃうんで最後のまとめ的なものをお届けしたいと思います。はい、1人足りないんですけど寝坊です。はい、というわけで3人で、はい、もうそろそろ来ると思うんですけど、はい、まあ一応僕からとしては3年ぶりの狭っていうことだったんですけど、やっぱり新しいもの、まあ、変わらないものいろいろあって、まあ、非常に勉強になりました。まあ、印象的なものを一つ挙げるとすれば、モパーのブースにあった41年のラングラーウィーリーの、
オマージュのやつ、やっぱりメーカーが作ったものってすごい完成度高いしまとまりあるんで、ああいったものをなんかこう本土からも発信することができたら、まあ、非常にいいんじゃないかなと。で今回いろいろ勉強したものをお客様はもちろん社内でも共有して完成度の高いものを提供できるように頑張りたいなと思います。僕の場合動画なんで、はい、動画もかっこいいものを配信していきたいと思います。うじゅうさんせ、うじゅうさんせ、ちょっと寝坊しちゃいました。印象に残ったもの、印象に残ったもの、車でも出来事でも、ワイドボディは市民権を得て、カーボンリム、エアロディスクも普通にあって新しいデザインが出て、でもワイドボディでもなんか話しててもこれはフェンダーカットしてないんだって説明してくれるのもあったり、確かにワイドボディでもこうどんどん進化してる感じが、そうですね、なんかあの元に戻せるよって提案されるものも多かったんで、やっぱりまあそのあたりもちょっと感覚も変わってきたかなっていうのは、まあ僕的に一番気に入ったのはインターニーにあった SVJ かなっていう感じですね。そんなの大阪店から発信できるんじゃないかなと思います。はい、ぜひお願いします。横山さんは何かありますか？俺初めて住まい来たんですけど、EV がめちゃくちゃ多いなって思ってしまう。まあ、あとは新商品で、まあ、これ持って帰って日本で出るかっていうのが何個かあったかなって。じゃあ、そういうのを、まあ、行かせてもらっていいかなって。じゃあ、ぜひその辺は葛飾店から発信できるんじゃないかな、はい、そして、はい、そうしたうちの店長は、はい、起きて10分で、統括みたいなですね。すいません、本当にやっちゃいました。すいません。僕はやっぱり、まあ、ホイールですかね。まあ、新しいブランドの出会いがあったりとか、まあ、今回もういろいろ会場を見て思ったのは、ホイールのデザイン、エアロディスクがもう他社、いろんなメーカーからあの発信されているので、センターキャップ結構こだわりが出てきているのがやっぱり、まあ、AL13 を始めてって全体に流れがこう移ってきているのかなっていうのはすごく感じました。まあ、だから新しいブランドを、まあ、ちょっといろいろこれからあの始めていく部分もあると思うんですけれども、全店でね情報共有して各店から発信できるようにやっていきたいと思います。というわけで今回アメリカで得たものを、はい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 、お客様にフェードバックして今年後半来年も頑張りたいと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。